チャス大将です。今日ね、今ね9月25日の、朝なんですけど、今日朝倉未来対フロイド・メイザー午後にね試合あるんで、割とねなんか注目されてて、お客さんとかにもねどんな感じになるんですかねみたいなよう話受けるんで、まあ、ね、なんとなくこんな感じになるかなっていう、まあ、ちょっと予測なんで、で、夕方ぐらいにね結果見ずにねちょっと試合見て感想をちょっと言おうと思ってます。で、まあまあね、朝倉未来対フロイド・メイザー、まあ、基本的には朝倉未来が勝つ可能性はもう 1% もないって言われてるんで、まあ実際それぐらいのボクシングの勝負するとね、まあ、それぐらいのレベルの差はあるんで、まあ無理でしょうと。で、頑張ればね判定まで3ラウンド生き延びれるかなっていうぐらいのそんな感じなんですけど、まあこれやったらね、まあすぐ倒されるでしょうっていう感じのポイント4つあるんで、とりあえず僕のあれですよ意見なだけですね。まあ1個目がね、もう距離取る、ボクシングで勝負するってことですね。もうイコールもう倒されるでしょう普通に。で、2個目、ジャブを打つ。ジャブ打ったらもう負けますね、倒されます。後ろに下がる、後ろ下がったら、ね、倒されます。ヒットアンドウェイ、打って後ろに離れたりするともう倒されますと。これとりあえずこれやったらもうほぼ終わりっていう。で、まあ、このね1個ずついきますよ。距離を取るっていうのが、まあ、ボクシング勝負するっていうことなんで技術勝負になるんですね。なのでね、技術の劣る選手が距離を取って技術の勝負をするとね、まあまあ無理でしょうっていう、当たらないですね普通に考えたら。当たらないし、相手の当たる距離、一番危ない距離に立つことになるんで、まあ距離取ったらまあまあ、前のね那須川天心とメイザーやった時もそうなんですけど、那須川がもうビビって下がっちゃったんで、まああの時点で負けは確定しましたよね。距離取ったらもう負けるんで、絶対にこれはもうやったらダメですよ。で、ジャブ打つ、これもね1個目と同じで、まあ距離を取るっちゅうのと一緒になるんで、ジャブ打ったらもうダメですね。ジャブ打つっていうことはもう距離取って相手のパンチの間合いとかを調べてる状態なんですけど、まあメイウェザーの方もね距離を、計算しながらやれるような間合いを与えてしまうんで、まあ、ジャブもダメですよねっていう。中途半端にジャブ打ってたらね、そのうちそんな朝倉のジャブも強くないんで、ジャブに対してこうなんていうんですかね、朝倉の右ジャブに対してメイウェザーがこう右ストレート合わしたりとか、ナスカ天心の時みたいに右ジャブ打ってくるのにその右ジャブに左フック合わせてきたりとか、ああいう感じになってくると思うんで、ジャブも打っちゃダメでしょうっていう。で、まあまあ後ろに下がる、これも、まあ、結局距離を取るのと同じことになるんで、とにかく前に出て下がらせないと、まあ、難しいですよ。ボクシングっていうのはね、前に出てる方がもう圧倒的に有利なんで、基本的には技術で劣ってる選手が後ろに下がるっていうことはね、もう技術勝負の相手にこう主導権を渡すっていうことになるんで、相手に主導権を渡してる状態で技術のない選手が後ろに下がってるってことはもう倒してくれって言ってるみたいな状態になるんで、これも後ろに下がるのもダメでしょ。で、ヒット&アウェイも結局まあ距離を取ることになるんで、打って逃げようとするとですね、こうポンって打って逃げようとすると多分その下がったところに前にパンチが飛んでくるんで、打ったら打ちっぱなしでもくっつかないと多分ダメですね。ちょっとビビって打って逃げたくなるんですよ、やっぱり距離が近いの怖いんで。那須川天心なんかもそうでしたけども、怖いから打って逃げたいってなるんですけど、まあ、これやっちゃうとね、やっぱ合わされてガードして相手が下がる瞬間にフックとかストレートとか飛んでくるんで、まあ、これはもうやってもダメなんでね、無理でしょっていう。まだ僕の予想ですよ、1、2ラウンド目が、フロイ
ド・メイウェザーが、まあ、朝倉未来の体力ちょっと削りにかかるでしょ。体重でね多分10キロぐらいは差があると思うんで、朝倉の方がだいぶ大きいんで体格が、まあ、10キロぐらい重いんで、まあ、多少はねちょっとスタミナを削っとかないと不安なんでね、まあ、1,2 ラウンド削って、まあ、3ラウンド目に、まあ、だんだん多分ねパンチのタイミングとか分かってくるんで、3ラウンド目にまあ相打ちっていうか那須川戦の時みたいにジャブにフック合わせたりストレート合わせたりとか、あんな感じでまあまあ KO されるんじゃないかなっていう、まあこれが僕の予想ですね。でもこの状況でどうやって勝つのかって言ったら、基本的にもう 1% 以下なんで勝てる確率がもう1万分の1ぐらいって言われてる勝負なんで、まあまず勝ちはないんですけど、一発当てれるとするならば、僕がまあトレーナーだったらですね、とにかくジャブも打たないと、ガード固めて頭くっつけて、体は桜の方が重たいし体の力は総合やってるんで強いんですかね、このままロープに押してってとりあえずそのままもうあと打つしかないっていう作戦はそれしかないですね。それでもね3ラウンド持たないと思うんで、朝倉のスタミナもっすね、その体力使うんでね、でガードしとけばとりあえず倒される心配はないんで、でロープに押し込んで相手の状態が後ろに下がってる状態で、まあ、少々もらっても多分朝倉は倒れないぐらいなんで、でも思いっきり振り回して振り回してるとやっぱりカウンター迎え撃つ側も一瞬ちょっと萎縮しちゃうんですね、これ相打ちになってもやばいって感じるんで、なのでねもうコーナーとかロープに追い詰めて思いっきり振り回して一瞬だけこう躊躇した瞬間、カウンターのそこに一発ぐらい入る可能性は、うん、1万分の1ぐらいの確率でありますと。でよくね言われてるのが、その一撃で倒せなかったらメイザー本気になっちゃうんで、あとはもうボコボコされて終わるって言われてるんですけど、うん、チャンスはねその1回か2回しかないと思うんですね。とにかく押しつけて打てば、一発ぐらいもしかしたら当たるかなっていう、それで倒せなかったらまあもう終わりなんで、切れさせたら1ラウンドか2ラウンドで倒される可能性もありますよね。という感じでとりあえずはこれやったらまあ負けますと。なのでまあこれ何がダメですか、もうこの間のだけあれですね、那須川天心みたいな試合したらダメですよ、距離取って下がったらこの時点で負けは確定するんで、という感じで、まあちょっとね昼ちょっと出かけてくるんでね、まあまたちょっと帰ってきたらねあと動画見ながらあと撮り直します。チョイス帰ってきました。まだね試合の結果見てないんで、ちょっとね動画見てねどんな感じになったのか解説しようと思います。今始まりましたけど、でも、まあ、今始まってるんですけど、朝倉がねもう距離取っちゃってるんで、まあまあメイウェザーの勝ちは確定ですよね。まあ朝倉がちょいちょいジャブ打ったりしてるんですけど、打ってるんじゃないんですよね、もうこれ打たされてるジャブなんで、自ら自分の距離こんだけですよって言ってるような状態のジャブなんで、ね、まあまあ厳しいでしょう、これ打たされてるようじゃ。朝倉もやっぱビビってるんで打って逃げようとして、フットアンダーウェイをやろうとしてるんで、まあ、これじゃないですよね、やっちゃダメなやつの後ろに下がる、ジャブ打つ、距離取る、ヒットアンドアウェイ、これ今全部1ラウンド目でやってるんで、これやってるとやっぱちょっと軌道が慣れてくるかなと思いますけどね。朝倉のやっぱパンチのやっぱスピードが全然ないですよね。あとフットワークがやっぱり素人のフットワークなんで、あんまり速くはないですね。ジャブも打ち抜くジャブじゃなくて、なんていうんですかね、もうビビって来ないでくれっていう、ビビって止めるようなジャブ打ってるんで、まあまあダメでしょ。
ダメージ与えるぐらいのジャブ打ってばね、ちょっと下がらせれるかもしれないですけど、今ジャブ、まあ、ボクサーじゃない選手がやっぱ打てないですよね。今ね、ちょっと1ラウンド目終わったんですけど、どうなんですかね、今のところは何もなかったんですけど、だいぶ朝倉的には緊張感ある感じで、スタミナ削られてるのかなっていう、メイウェザーがもうちょっと速度上げてくるとか、厳しいかなっていう、そんな感じではありますけど、うん、ジャブに対してメイウェザーの右ストレートがちょいちょい当たるようになってきてますね。距離感がちょっともう合ってきたっていうか、朝倉のパンチはまあまあなかなか当たらないですよね。軌道がやっぱり大きいんで、あとやっぱりビビって、軌道だったらいいタイミングで当ててるんですけど、ちょっとビビってますよね。やっぱ下がり気味で打ってるんで効かないですよね。メイザー下がってるんですけど、朝倉もビビって打ち込めないですね。もっとロープに詰めて思いっきり連打しないと今終わりましたね。だいぶ効いてますよ。今終わりました。2ラウンド終了間際に KO 負けですかね。まあまあまあこんなもんでしょうっていうのが3ラウンドいかなかったですね。まあ2ラウンド目でね、結構中盤からもうタイミングが、朝倉のジャブに対してメイウェザーのこう飛び込みの右ストレートとか結構タイミング合ってたんで、まあまあ右で倒すか左で、左フックで倒すかみたいなもう状況ではありましたよねっていう。まあね、予想した感じで言うと、まあ、ナスカー天心みたいな試合やったら、まあ、普通に倒されるでしょうっていう、この距離取ったりするともうだん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 タイミング合ってくるんで、まあよどう頑張っても3ラウンド持たないでしょうっていう感じではありましたけど、まあ、これやっちゃったんで、那須川天心と同じような試合しましたね。ビビってたんでしょうね、やっぱ朝倉が。実際ね、結構強気な発言してね、メイザー大したことないみたいなこと言ってましたけど、やっぱ目の前にするとね、やっぱりフェイントとかすごいと思うんで、距離感が。もう下がらざるを得ない状況になってますね。打っていってもやっぱり、打った後に、こう、その後打ち終わりに打ち返されるんじゃないかっていう恐怖があるんで、結局打ち切れないっていう、こんな感じで、まあこんなもんでしょう。まあこれやっちゃダメなやつですよねっていう。でまああれ割とね、メイウェザー余裕があったですね。ちょっとまあパンチもらってましたけど、もらってるって言ってもね、朝倉も結構ねビビりながらこう打ってすぐ逃げれる状態のパンチ打ってるんで。まあ、素人があんなパンチ打ってもね、なかなか難しいですよね。当たったところで効かないですよね。思いっきりもっといかないと、もう頭くっつけてね、とりあえずガンガン押し込めばいいんですけど、まあ怖いんでしょうね。やっぱ距離近いっていうことはやっぱそれだけ恐怖を感じるんで、打てなかったっていう、そんな感じの試合でしたね。でなんか最後一発で倒れたみたいな感じに見えたっすけど、その前からね、その前にね、右フック右ストレートぐらい、そのジャブに合わせる、朝倉が右出した瞬間ストレートとか右ストレート合わせたりとかしてるパンチがね、 3連続ぐらいで当たって倒れてるんで、まあ多分その前からちょっと効いてたんかなっていう、足バタついてましたね少しねっていう感じで、まあ技術のない選手は距離取ったら負けますっていう、そんな感じの試合でしたね。これ以上はないかな。なので予想は外れましたけどね。2ラウンド、ま、実質どうなんですかね、まあ、3ラウンドに行ったとしても判定はなかったっすね。もうあんだけパンチタイミング合ってきてたら普通に倒されてたでしょうっていう感じでした。
ちょっとはね期待してたんですけどね、思ったより朝倉がちょっとチキンだったんで勝負にならなかったですね。打たれるの気にせず、もうとにかく押し込んで、うん、ちょっとメイウェザーを焦らしてカウンター来たところにもう倒れてもいいんで、相打ちを、相打ちでね、ロープギアで相打ちのこうカウンター、相手のカウンターに対して相打ちでもらいに行くぐらいの、そんぐらいのね腹の決め方があればもしかしたら一発当たったかなっていう、そんな感じの試合でしたね。そういう感じで、まあ残念な試合でしたね。可能性ゼロっていう、もう後ろに下がった時点でね 1% の可能性ももうなかったっていう、そんな感じの試合だったんで、まあどうなんですかね、試合としてはつまらなかったですね。可能性がもうゼロのまんま3ラウンドになって倒れてるみたいな、そんなレベルの試合だったんで、うん、今日はねこんな感じでした。またね話題性のあるね試合あったらまたやるんで見てください。じゃあバイバイ。